ニホニウム、ニホニウムは原子番号113の元素。元素記号は NH、超ン元素では比較的長寿命とされ NH の平均寿命は2ミリ秒であることが分かっている。発見国であるにちなんだ名称である。2016年、平成28年11月に正式名称が決定するまでは暫定的に IUPAC の系統的命名法にのっとり、ウーントリウムと呼ばれていた。周期表で、第13属元素に属し、タリウムの下に位置するため、エカタリウムと呼ばれることもある。2003年、平成15年8月、ロシアのズブナ合同原子核研究所とアメリカのローレンス・リバモア国立研究所による合同研究チームがアメリシウムと、 カルシウムから115番元素の元素合成に成功。翌2004年2月、そのアルファ崩壊の過程で0.48秒間、113番元素を観測したと発表したが、当時は113番元素についての命名権は得られなかった。2004年、平成16年9月28日に、日本の理科学研究所は、森田幸介博士らの率いるグループが、 r i ビームファクトリーの線形加速器ライロックを用いて高速の10%、約秒速3万 km にまで加速した ZN- 亜鉛をバイ・ビスマスに衝突させることで113番元素の合成に成功したと発表した。この実験は80日間にわたって1秒間に2.8兆個の亜鉛原子核をビスマス原子核に約照射した。 生成した113番元素の原子核は344マイクロ秒でアルファ崩壊し、レントゲニウムの同位体となったのを同年7月23日に検出している。また2005年4月2日に同じ方法で行った合成で2個目の例を検出した。2006年平成18年6月にはドゥブナ合同原子核研究所とローレンス・リバモア、 国立研究所による合同研究チームがネプツニウムとカルシウムから113番元素の合成に成功したと発表していい。2009年、平成21年にはドゥブナ合同原子核研究所やアメリカのオークリッジ国立研究所などによるバークリウムとカルシウムから117番元素を元素合成する共同研究において その崩壊過程で113番元素を検出している。2012年、平成24年9月27日、理科学研究所は3個目の合成を発表した。ユットが6回の α 崩壊を経て、MD となる崩壊系列の確認に初めて成功した。前回までの2例では4回目の α 崩壊で、生じる DB が自発核分裂してしまったが、今回は、 アルファ崩壊、確率は2、3時、次の LR もアルファ崩壊で MD となるのを観測できたため、合成した原子核が113番元素だと証明できた。理科学研究所が3個の113番元素の合成、及び証明に成功したことから、2015年、平成27年12月30日、日本時間31日早朝、 IUPAC 評議会により理科学研究所の研究グループに113番元素の命権が与えられた。研究グループは名称案を2016年平成28年3月18日に IUPAC に提出し2016年平成28年6月8日にニーホーニアムニホニウム元素記号 NH という名称案が発表さ。 約5ヶ月間にわたり、一般からの意見を公募して、パブリックレビューを受けた上で、2016年、平成28年11月30日に、日本に生むに正式に決定となった。複数の発見者、命名権獲得候補があったが、2015年、平成27年12月30日、日本時間31日早朝、IUPAC 評議会は延期していた。 発見報告のある118番までの未発見元素4つについて認定するとを発表し、日本の理科学研究所の研究グループが113番元素の命名権を獲得したと発表した。アジアでは初の新元素の発見である。同研究グループは2016年、平成28年3月18日に名称案を IUPAC に提出し、 早ければ2016年、平成28年末から2017年、平成29年初め頃にも承認、決定される見通しとなった。2016年、平成28年6月8日、IUPAC は113番、115番、117番、及び118番元素の名称案を発表した。113番元素の名称案は、元素記号、NH とされた。 これらの元素の名称案について、約5ヶ月間、一般からの意見を公募し、パブリックレビューを受けた上で、同年11月30日、決定に至った、口日、理科学研究所のチームが、ロシアのディブナ合同原子核研究所を呼び、アメリカのローレンス・リバモア国立研究所、オークリッチ国立研究所による合同研究チームと命名権を争うこととなり、 その行方が注目されていた。理科学研究所のチームは2004年、平成16年7月23日と2005年、平成17年4月2日の2回の合成をもって2006年、平成18年と2007年、平成19年に合同作業部会に申請したが、認定は見送られている。同チームは、その後2008年、平成20年から2009年、 平成21年にかけての実験で崩壊過程で生じる BH の存在をより確実にすることで証拠を補強した。しかし2011年平成23年1月に発表された国際純正応用科学連合と国際純水応用物理学連合の113から116及び118番元素についての合同作業部会の 報告書でも113番元素の認定は見送られている。その一方で米ロのグループは114番元素と116番元素の発見を認定されている。これは理科学研究所のような確実な証拠がなくとも十分な状況証拠があれば命権が得られる前例となり理科学研究所にとっては逆風となった。理科学研究所のチームは2012年 平成24年の合同作業部会にも申請しており、その審議中の8月12日に3個目の生成に成功している。レントゲニウムは14研究所が3個目の生成後に命名権を得ているため、命名権を獲得できる可能性が高まった。この年の申請は5月に締め切られており、追加の証拠という形で受理はされたものの、直ちに認定とはならなかった。 さらに何回か生成と崩壊系列を確認すれば、命名権がより確実になるものの、必要な設備は動かすのに、数百万円から数十億円かかり、容易ではなかった。一方で、翌年の2013年、平成25年には、米ロのグループも、状況証拠のみで命名権を満たす程度の十分なデータを揃えてお、もし前年に、理科学研究所が3例目の証拠を、 提出していなければこの時点で米ロのグループが命名権を得ていた可能性が高かったと関係者は見ている。2015年平成27年8月の IUPAC 評議会では認定及び命名権の付与が検討されたものの決定が延期となっており、同年12月30日日本時間31日早朝にようやく認定に至った。 114から118番元素まではいずれもアクチノイドをターゲットにした冷気エネルギーの高い厚い核融合により合成に成功したグループに命名権が与えられている。この手法は重い原子核を材料とするため成功率は高いが必然的に中性子を多く含むため自発核分裂を生じやすく崩壊系列が基地の各種に到達することという発見の大原則を 達成でき、状況証こどまりとなりがちだった。一方、113番元素において、理科学研究所は、中程度の重さの原子核同士を材料とする、冷たい核融合、コールドフュージョンにより、自発核分裂を起こさず基地の各種に崩壊系列が、つながる、確実な証拠を得ることに成功した。理科学研究所の新元素合成実験は1990年代、 後半に、ジャポニウム計画と名付けられ、以来実施されてきた経緯があり、百十三番元素の名称についても、ジャポニウム、元素記号、JP、JN もしくは、ジャパニウムという名称が最有力と見られていたが、結果的に除外された。二0十六年、平成二十八年六月八日には前日の通り道、研究所のチームが IUPAC に提出した名称案は、 日本ム、元素記号、NH であることが公表された。なお、この他には、同研究所所在地の和光市から、和光ニウム、和光市の旧地名でもある、山和町から、山和ニウム、物理学者の西名義雄にちなむ、西名ニウムなどの候補も上がっていた。また、ニッポニウム、元素記号、ナノメートルは、43番元素として一度、命名されたものの取り消された、レニウムをめぐる、 過去の経緯から混乱を避けるため採用できないルールとなっており除外されていた。イギリスの科学雑誌、ネイチャーはブログ版で専門家による元素名の予想をおッつつきで行っており、このページでは上記の候補の他にアマテラス大臣にちなんだやケムリラにちなんだゴジラにちなんだなども候補に挙がっていた。2016年、 平成28年6月8日、理科学研究所は113番元素の新名称として元素記号 NH と命名する案を発表した。国際純正応用科学連合は2016年平成28年11月30日、113番元素の名称について日本側の提案通りに元素記号 NH と決定したことを発表した。 2017年、平成29年3月14日、日本学習委員会館にて皇太子なる人親王臨席の下で、ニホニウム命名記念式典は挙行され、IUPASC のナダリアタラソバ会長が命名を宣言した。ニホニウムには安定同位体がなく、天然には存在しない。二つの原子核の融合によって合成するか。 より重い原子核の崩壊を観察することによって、いくつかの放射性同位体が実験的に得られている。質量数278及び282から286の同位体が発見されており、これらは全て α 崩壊によって崩壊するが、NH は電子捕獲も起こす可能性がある。命名までに発見されたニホニウムの同位体は全て寿命が短いが、 それでも重い同位体の方が軽いものよりも安定な傾向にある。発見報告のあるうちで、最も長明な同位体は最も重い同位体でも、ある NH 半減期20秒である。NH も半減期1秒を超えると報告されている。NH と NH は、それぞれ0.48秒と0.10秒の半減期を有する。NH の半減期は70ミリ秒。 基地の最も軽い同位体の NH は、半減期も最も短く0.24ミリ秒である。未発見のさらに重い同位体はもっと安定していると予測されており、例えば NH は約20分の半減期が予測されており、この長さは NH のものよりも2桁大きい。日本に生む同位体の α 崩壊半減期の理論的推定値は実験データとよく一致している。 未発見の同位体、NH が最も安定な同位体で、β 崩壊すると予測されているが、基地のニホニウムの同位体に、β 崩壊するものはまだ知られていない。原子核の安定性は、最も重いを持つ、プルトニウム以降の原子番号では、急激に低下し、原子番号102以上の各種は DB を除いてすべて、半減期が1日未満となっている。にもかかわらず、 原子番号110のダームスタチウムから114のフレロビウムまでの間では安定性がわずかに上がる現象が見られる。はっきりとした理由は未だに解明されていないものの、この概念は各物理学において魔法数と呼ばれる法則に基づく安定の島として知られており、カリフォルニア大学のグレンシーボーグ教授によって超重元素が予想よりも長い原子番号を 質量数の範囲にわたって存在していることを説明するために提唱されたものである。理科学研究所のチームによるニホニウム発見を受けて、同研究所がある埼玉県和光市では、理研新元素発見記念事業に着手し、和光市駅から同研究所までの道路約 1.1km をシンボルロード、ニホニウム通りとして整備すると2016年、 平成28年11月30日に発表した。その後、2018年、平成30年度末までにこの道路の歩道に、原子番号1番から118番までの元素記号が描かれた路面プレート118枚、一辺30センチメートル、約10メートル間隔で路面に、設置と113番にホニウムの元素記号、NH が描かれた大型プレート1枚、 一辺120センチメートル同研究所裁問前に設置の設置が完了し、市民が理科学に触れることができる歩行者空間を形成。また、理科学研究所から寄贈された記念碑を和光市駅前に設置するほか、いくつかのモニュメントや通りの標識等が通り沿いに設置されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。